YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。リンゴです。はい、いや今回はですね、ちょっとねワクワクというか、いやいいチャンスになったなっていう動画なんですよ。何かって言いますとね、まあTikTok なんですけどね、もう有名でしょ。有名だね。で、知ってるでしょ、だって、うん、だから見たり知ってるでしょ。知ってるでしょ。まあ僕もね、ちょくちょく見てはいたんですよ、その動画自体を見るっていうことはね、うん、ただね、自分で撮るっていうのはなかなかね、こう一歩踏み出せなかったんですよ。 YouTube ね、動画を投稿してはいりますけども、じゃあ TikTok を撮るってなった時に今一歩ね、こうなっていうのはなかったんですけど、やっぱり今回こういうお話をいただいてやってみようってね、やってみたらちょっとね面白かったんでね、紹介してみたいと思うんですけども、僕の YouTube のチャンネル見ていただいてる方は、僕とね同世代とか、もう僕より上の方もいると思うので、TikTok って何っていう人もいると思うんですよ。TikTok 簡単に言うと、まあ、面白い動画が撮れるアプリってことなんですよ。短時間動画アプリだね。そうそう、もう短時間で、短時間の動画が、ね、撮れて面白く加工できるよみたいな、そういうものなんですよね。で、TikTok ね、まあ、こう、いろいろ調べて、まあ、知ったんですけど、2018年上半期、最も、インストールされたアプリの一つっていう。前もだってその頃にインストールしろ。あ、そうなんですね。じゃあもうそれに貢献してるということで。海外のね、セレブとか、いろんな有名人も使っているアプリなんですけど、日本人っていうのはやっぱりね、独特なんですよ。この使い方が独特というか、日本だけにしかないような、この TikTok の使い方っていうのがあるみたいで、誰でもダンスとか、全力顔とか、言いなり選手権とか、独自の文化でこう、広まっているっていうアプリなんですよ。ただ、まあ、広まってはいるけれども、じゃあ、ね、見る側じゃなくて、じゃあ自分が撮る側になるかっていうと、やはりね、一個ね、敷居を超えなきゃいけないっていう部分あったんですけど、ちょっと今回、その敷居を下げられたらなって、あ、こんなに簡単に、あ、こんなに面白くできるんだっていうのが知っていただけたらなっていうことで、この動画を作らさせていただきました。ではね、早速ね、TikTok の動画ね、ちょっとちょろっと見てみましょう。はい、じゃあね、ちょっと面白い動画がいろいろあるんで、ちょろちょろっと何個か見てみましょう。あれ、アップデート今このタイミングで、すごいね、今見ようとしたタイミングでアップデート来たんだけど、さっきまで何なら見てたのに、うん、この今撮影しましょうっていう直前まで動画見てたのに、今いきなりアップデート来たんだけど、こんな時間に。すごいね。動画撮ってるとハプニングってのはつきものですから。はい、じゃあね、アップデート終わったんで、ちょっと早速見ていきましょう。これでも撮影さしてる時にさ、こうなんか結局こっから出てる人はさ、笑っちゃいけないわけじゃん、これ。俺でも、俺が学生だったらこっち側やりたいわ。この教科書から出す側やりたい。真顔っていうのがすごいよね。待って、こうやって、うん、俺真顔でいるのは得意だから、うん、いいね、これやりたいわ。学生だったらやれたよ。学生だったらやってたね、うん、これかわいいのよ。これ猫としてのあれ失ってるよね。痛くないんかな。うん、ドテッドテってかわいい。いや、このペットもいいね。いや、普段俊敏な猫だから余計にこう違和感感じるなのね。だからなおさら可愛いと思うやろうな。可愛いな、すごいわ。いいね。はい、これをん髪を、おお、すげえ。あ、てか動いてんじゃん。どうやってやってんだろう。まあ、さすがに機械の部分は紙で作ってないだろうから。機械の部分に紙をかぶせたってこと。まあまあ、だけど、周りすごいよね、これね。まあよく、いや、これでも、動画の時間はすごい短いけどさ、作るのはすごい大変だろうね。まだこういう使い方もできると。はい。はい、ということなので、まあ、いろいろね、面白い動画っていうのはたくさんあるわけですよ。私たちもね、動画を撮ってみましょう。ということです。撮ってみましょう。はい、では、撮影していきましょう。まあ、撮影はね、ちょっと彼女にやってもらうんで。
はい、じゃあね、早速撮ってみましょう。まあちょっと撮影は彼女にやってもらうんで。いくね。いいですよ。3。でもね、音が小さい。音が小さい。いきましょう。いくね。3。はい。待って。いくね。はい。3、2。取れた？こんな。難しいな。さっきもうちょっと。結局言っちゃうともう肩動いてるよ、さっきより。そう？ちょっとね、この肩を、僕ね、ちょっとこう、なんていうの？肩を動かさないでさ、こう首をこうやって横にやる、うん、これは今どう？動いてるよ。動いてる、うん、難しいな、ちょっとやりすぎて首痛くなってきた。それ、顎が動くもんな。うん、いくで、うん、3、2。どうですか？首が痛い。ちなんか自分で聞いてる動きとさ、音若干ずれない？そう？お前がただただすればリズム感がないからじゃなくて、え、そういうことなのかな。で、まあこっからね、あのフィルターかけたりとかできるからね。はい、でですね、今こちら、期間限定でですね、クリスマスのこのスタンプっていうのがあるみたいで、はい、うわ、早速もうキラキラしてますね。でね、いろんなのがあるんですよ。まあこうやって今キラキラしてるやつとか、あとこういう、なんていうの、いいですね、このミラーボールになってる感じのやつとかもあるんですよ。はい、ミラーボールじゃねえ、なんだっけ、スノードームだ。スノードームみたいになってるやつがあるんですよ。とか、あとはね、これ。これもそうだ。これ。サンタクロースですよ、まさに。サンタクロース。たみたいのがあるんですよね。あの、クリスマス限定の、スタンプあるので、いろいろと、皆さんもね、使ってみてください。これね、ちょっと面白いですね、これ。これなんだ？ウィンク。ウィンク。あ、ウィンクすると雪が降るんだ。すげえ。トナカイなんだ。みたいなのいろいろあるんで、ね、ちょっといろいろ皆様ね、試してみてください。で、ちょっと次はね、トランプじゃない、スタンプ使ってね、ちょっと撮影してみましょう。いきますよ。スタンプつけた状態でいい？あ、次はスタンプつけてやるから。お願いします。3。はい。2。どこでもプリクラ。顎の下でピース。3、2、1。わー、美味しそうなケーキ。3、2、1。にゃお、にゃんこのポーズ。3、2、1。最後は笑顔でね。どこでもプリクラ。笑顔、最後できてないで。え、だってタイミングがさ。しかも顎のピースってこうじゃなくて、うん、こうじゃない。何これ。どこでもプリクラ。顎の下でピース。まあいいよ、これ一発撮りって意味でやっぱりこれ貴重で、これにしましょう。はいはいはい。あー、すごい。最後だけなんか、最後は笑顔で3、2、1じゃないんだね。最後は笑顔で、キラリンなんだね。確かに、それはちょっと思ったよ。うん。じゃあ次はね、
彼女がね実はこう引っ掛け問題とかにすごい苦手なので、僕が引っ掛け問題出すんで、それをその様子を今ちょっと TikTok で撮ってもらいますね。いきますよ。3、はい、2、1。今から僕が言うことと同じことを必ず言ってください、はい、東京、北海道、大阪。最初に言ったのは東京。最初に言ったのって言わないと。本当にね、簡単に引っかかるんですよ、彼女。だからね、こういう感じの TikTok ってのもちょっと面白いかもしれないですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。はい、どうでしたか、撮影してみて。まあ、ほんまに手軽やなと思う、ね、簡単に撮れちゃうっていうのが魅力なんだと思います。これは本当にこのショートムービーをね、簡単に撮れるっていうのがいいです ね、うん、やっぱり煩わしいとね、やっぱ離れてっちゃうからね。いかに簡単に撮れるかってことだよね。編集もその場で、なんて言ったら、うん、だからポッてこう一つで、指一つでできちゃうからね。そう、うん、それはすごい楽だと思います。はい、で、この TikTok の、まあ、先ほどクリスマスのスタンプとか言いましたけど、これ期間限定で12月の7日から25日、本当にもう今だけのこの期間限定なのでね、ぜひぜひ皆様でこう使っていろいろ遊び倒してみてはいかがでしょうか。うん、これはね、さっきもこれもこう顔がくしゃってなったりとかっていうのがすごい面白かったのでね、これはね、いいと思います、ね。はい、でね、こちら期間限定でこの TikTok が人気スイーツとコラボしてるっていうキャンペーンやってまして、まずコラボするスイーツブランドっていうのがココフレッシュ東京さんとクリスピークリームさんと花のババロアさんがやるんですよ。で、まあこちらお店行ってみた際は TikTok など撮影して、その時ね、このハッシュタグで美味しいクリスマスっていうのをつけていただいて、ぜひ撮ってみてねっていうことで、おう、うん、クリスマス限定のまあスイーツが食べられるみたいですね。毎日先着200名様にオリジナルクリスマスカードをプレゼント、願い事を書いて現場のクリスマスツリーにかけてねと。もうクリスマス、おしゃれ、もうクリスマスなんですね、もう。ねえ。はい。で、そのクリスマスをね、あしらった TikTok のキッチンカーっていうのが、期間は決まってて、12月の15日から23日の9日間、東京タワー。東京タワー周辺？うん。おう。で、もう一つ、12月24日から25日の2日間、さなぎ新宿で、見られると。見れたらラッキーではないでしょうか。はい、ではね、僕らがさっきまで撮影していたこの動画っていうのはね、TikTok、僕の TikTok のアカウントに、アップロードしておりますので、ぜひね、本編ちゃんと見てみたいという方、概要欄にダウンロードリンク貼ってありますので、そちらからダウンロードして、ぜひ見てみてください。で、皆さんも TikTok ね、撮影してこのクリスマスのスタンプなどを使って、撮影して投稿する際はですね、ぜひハッシュタグ、TikTok クリスマスっていうのをつけて、アップロードしてみてください。本当にクリスマス限定、今の期間しか使えないスタンプのやつね、使い倒してみてください。ぜひですよ、お試しください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それじゃあね。